青水稲り神社は大道2年807年の創建と伝えられ、地域とともに長い歴史を紡いで参りましたが、平成23年の東日本大震災の大津波により、ご神木であるタブの木を残し、すべてが流されてしまいました。うじ子の方々が暮らす花釜地区も大きな被害を受け、地域としてゼロからの再生を余儀なくされました。 ボランティアからの支援も受けられなかった頃より、花釜地区のお寺を拠点に生まれた民間ボランティア団体の協力もあり、平成23年12月24日には、仮設の小労働を建て、津波より流されてしまった金を元の場所に戻すことができました。大晦日にはボランティアの方々が発電機を使って境内をライトアップし、 手作りの絵馬を用意するなど行っていただき、うじ子の方々をお迎えしていただきました。年が明けて町内も少しずつ落ち着きを見せてきたこともあり、青水稲り神社の復興も進むことになりました。伊勢の神宮よりご提供いただいたお洋材で仮社殿のご支援をいただけることとなり、平成24年10月29日に、 以前の社殿があった場所に建てるための自鎮祭、同年11月29日には仮社殿春光報告祭が取り行われ、たくさんの氏子さんが神社に集まり、大変喜ばれておりました。特に自鎮祭は震災後に青水成り神社で行われる初めての神祭りとなりました。氏子さんの強い希望で平成25年からは、 ドント祭も例年通り行われるようになりました。4月29日には、日本財団からのご支援を受け、みんなの珍樹の森植樹祭が行われ、21種約2300本の苗木が境内に植樹されました。また植樹祭では、花釜神楽保存会により、花釜神楽が奉納されました。神楽の用具や衣装なども流され、 亡くなられた会員もおり、会の存続も危ぶまれましたが、復活を望む声に押され衣装を作り直し、麺や太鼓などは修理し、植樹祭で奉納されました。平成26年11月3日には、偶司ネギが交代して新しい体制となり、震災後4年ぶりの霊祭も行うことができました。霊祭までの準備期間が少なく、 カグラの奉納は行えませんでしたが、以前のように神事が行われる体制が整い、新たなスタートを切ることができました。氏子の方々も平成27年の霊祭には子供みこしや出店などを復活させ、以前のお祭りの賑わいを取り戻したいと、神事の復活は地域の再興への後押しとなりました。 地域とともに震災を乗り越えていかなければならない状態ですが、神社と地域の結びつきにより少しずつですが再生に向け進みつつあります。